はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、よろしくベルゼブブ使っていこう。で、さっきコメント欄でさ、じゅんぞう、俺じゅんぞうって言ったけど、じゅんぞうがずんどうに聞こえるみたいなたまにあるんだよ。たまにさ、じゅんぞうがずんぞう、ずんぞうに聞こえるみたいなコメント結構あって、結構それはまあ、傷ついてはない傷ついてはないけど、ちょっとまあ純増って聞こえるように努力してしようと思ってる。で、よろしくベルゼブブ、マンジベルゼブブ、まあ、通り部コラボと言っても過言ではないぐらい、まあ、これなんだけど、聴覚性聴下肢ですね。で、これ16ターンでよろしくマン固定ダメージ、よろしくマンですね、まあ、これ、まあ、結構どうなんかな、まあ、めちゃくちゃでかいね。なんかあれらしい、無限回路あのゼツだっけ、一番難しい無限回廊にのカーリーとか、あの闇カーリーだっけ、あそこ光カーリーに結構なんか使えるらしいんで、まあそこ逆にそこだけしか使えねえかなっていう感じは、まあ、なくはないっていう。でリーダースキルが激減ですね、まあ、激減で20倍もあって、よろしくマウンダメージあるし、なかなか強いんじゃねえかと思って。で武器もあると、武器もスキブ2個と。で今日さ、ちょっとごめん、ネタ動画今日はな、今日はさ、一応まあ純増チャンネル、最近は解説動画とか、まあためになる系のハウツー系じゃないけど、まあためになる系の動画いっぱい出してるけど、たまにはこういうネタ動画出そうと思ってる。一応まあ俺がやってて楽しいんだよね。で、まあ、普通に、まあ、視聴者さんに需要がなければ、まあちょっと動画わかんねえ、消すかもわからんで、全部これですね、全部パープルペインターにしてきた。で 1.5 倍はつけた、上限解放がねえんだ、足んねえんだ。で 1.5 にしたでシャントット、これでまあサイクル回していこうって感じかな。で聴覚性バインドで 1.5 でまあいらないかな、もうこれ縦画面にすっか、今日の動画さ縦画面にすっかで、これにしてると。で、まあ、上限解放がいいかな。で、これ持ってきた、シビニアが強えんだよな。3ターンで上段横熱するって、めちゃくちゃ良くない。で、聴覚性も50倍以下にしてる。で、この子には上限解放つけた。これはまあ、さすがにね。で、フレンド Z のね。で、天球ですね。天球やってる人は、まあ、いつも感謝してる。まあ、それ、天球つってね。来た、2分ぐらい待った。よろしくブレズブ、よろしく。うわ、なんかこういう動画出したらなんかすげえチャンネル登録者数減りそうすげえ減りそう。大丈夫かな、大丈夫。なんかまあ明日からはちゃんとランダムとか出すから今日とかランダム、明日から出すんで、ランダムとか出すんで、ちょっと解除したいのほしい。で俺ですね。でちゃんと打っとこう。いいね。おお、いいね。なんかびっくりした。びっくりした。音消えたし。オッケー、復活、音復活しまして。でこれは多色か。多色ですね。でいい多色。いい多色。で4回。こいつなんだ、アナザーガイスト、 AK さんよろしく。で今日の動画は本当によろしくブレズブブ使いたかったんだよ、マジで。どこで使えんかなと思って、どこでこいつは使えるんだと思って、まあ、一応なんだろう、極連とか極連系のあそこら辺行こうと思ったんだけど、ちょっとなんだろう、これ打ってこう、シビニア打ってこう、ずらす。ちょっとなんか面白みねえかなと思って、こういうなんか味変じゃないけど、こういう3人マルチやっていこうと思って。で鳥、中国版のホルス来ました。でふか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 、かわいい。でこれ4色組める、頑張って。
お、いいねいいね、なかなかゆっくりパズルで可愛らしい。で16コンボで倒せる。あーめっちゃ乾燥っていうかしてるわ。いいですね。で三蔵法師か、三蔵法師純蔵三蔵法師変身しないんかな。イズナ変身しないのかな。変身しないんだ。 なんでで12コンボ倒せる。ちょうオッケー。いやー8回。いやここ来んの久しぶりやな。ここに来んのが久しぶりすぎてマジで何年ぶりだろうなこれ。3億年ぶりぐらいかな。で10コンボ。いやーでも完走してるわ。全員完走素晴らしい。このパーティー地味に強いぞ。毒耐性ないです。逆に毒作る方だもんな、ね、こいつがベルゼブブが。でこのパーティーがいいわ。なんかワンピースから始めた感があるすごいある。なんか素晴らしい。であれドロップがキラキラしてますね。いいですね。ちょっとインスタ映えしそうな感じがするけどいける。あ落としてる。いいね。で12、3、4、OK で倒せる。あー乾燥してる。いいですね。いいねいいね。待って充電できんの早くね。ちょ俺さ iPhone30 も2年ぐらい使ってるんだけど、もうバッテリー残量がやばい2年使ったらさすがにそうかって思って、バッテリー残量が容量あれが 85% になっててまずいんだよな。結構やばいんだよな。これ以上下がったらもうマジで電池がもう減りが早すぎて。最近もうモンストとかパズドラ結構交互にやってんだよなパズドラとモンスト交互にやってまして、2700的なやってまして、電池の減りがもうクソ早いクソ早いんで、ちょっと戻ってる。困ってんだよな。だからで最近今年さ iPhone15 発売されたじゃんか。だからそれ、いやいいなと思って。いや iPhone15 Pro、 これ iPhone30 を下取り出して買おっかなみたいな夢を持ってるっていう、まあ、どうでもいい話でした。で頑張ってパズル。あいい、そこ落とせる。あいいいい吸収も打ってくれてる、ありがとう。で10、20、21、22。いいねいいね。さあ13回。うわここくんの久しぶりやな本当に。 AK69 かな。でブルガーじゃない、これベルガーか。でズラスト、まあ、今日確か12時からランダンあるんだよな。ランダンがあるんで、まあ、正直ランダンの動画はまあ1時頃夜の1時とかわかんないけどまあいつ出すかわかんないけど、まあ出そうと思ってるんで近々よろしく。 OK。 いやこのパーティー良くない。使ってない全然スキルスキル全然使ってない。うんなかなかいい、優秀だったな。すごいなんか優秀だったな、このベルゼブル。いいね。いやなんか強えな。多分超重力適性が高いかもしんない。相当超重力、冬とか超重力か3つあるしね、高いなと思っちゃう。最後ちょっと使っていこうこのスキルを。スキルどっか、あ今やってんじゃんダイヤドローン。これとか固定で倒せるのかな、倒せるすんのかな。おー1体ね、1体か。あそっか1体か。あーなんかなんだろう、このブレスか、ブレス感はある。結構ブレスよりも強いのか。4000万だし、まあ、そんじょそこらのブレスとは、まあ、格が違えって感じはあるけど、感じですかね。うんよろしくブレズブブ、なかなか優秀な性能でした。で打ってずらす。今日縦画面でいいかな、どうなんだろうか。で倒してちょっともういいよこの側。
で、まあ、こんな感じでまあ倒せるって感じかな。いいね。で、まあ、スキルターンが重てえか、まあ、このスキルどう使うんだろう。ちょっと募集このスキル使い方募集って感じかな、うん、ですかね。まあ逆に、まあ、これとシビニアと相性がいいね。シビニアとすげえ相性がいいのが、まあ、なかなかハロウィン、まあ、ハロウィンイベントにおい、あのハロウィンイベントこの2人いいなと思ってるって感じかな。であとはゼットン打ってって感じで、まあ終わっていこうか。いやちょっとこういう動画さ昔は上げてたんだよな。昔はもうこんな動画こういう系の動画も何百本上げてたんだけど、今ちょっとさ、うん、解説系を頑張ってるというか解説系やってるから急にこういう動画出てきたらびっくりされる方がいるかもしんね。チャンネル登録してくれてる方でびっくりされる方がいるかもしれんけど、まあ、こういうなんかネタ系の動画も上げていけたらいいなと思ってる。うん、どうかな。ちょっと、まあ、トライアンドエラーでやっていこうと思ってるわ。よし、終わりましょう。じゃあね。